西口、最多勝とそして勝率0対0。インサイドのスライダーはフォークにも見える時があるというふうに言ってました、はい、そして組み立てとしてフォート入りました。落合さん、西口なんですが、はい、セリーグで言えば誰に一番近いですか。一番近いのはジャイアンツの槙原君じゃないですかね。あ、槙原投手ですか、はい、あ、泳いだバッティングですが、ショート深いところ松井京元、伸ばしも選択、膝を痛めていた伸ばしですが思い切って走りました。内安打、これがあって、どこから来たすかわからない打線なん です、ね、気を抜けない打線なんですけど、はい、西口投手はこれから先は本当にホームランというのを、気をつけて、特にチェンジアップとか、はい、スライダーのコントロールに気をつけないといけないと思いますね。ゲッツーコース、ワンアウト、ツーアウト、ゲッツー。この指揮を取ります東尾監督、一発が怖いというお話がありましたが、この池山も一発長打があります。今シーズン18本のホームラン、シリーズでも、はい、こういう時に一発ってのは出ますんでね。なるほどね、はい、3人取るまでとにかく気持ちを切らないことでしょうね、はい、2番目の数です。こちらは三塁側の応援席です。そして池山追い込まれました。それで、まあ、このシリーズ前にも話聞いたんですけども、はい、もう言われたらいつでも行くって言ってましたし、そのスタミナには自信があるというのも言ってました。そうなんですよね、はい、この人は180センチ、68キロ、非常に細身なんですが、タフなピッチャーです。引っ掛けた、これはサードカット、鈴木健。スリーアウト、結果的には3人で攻撃し、7回のライオンズの攻撃は、ご覧の佐々木からです。前ですね。池山がちょっと前に来ました。はい、聞こえたかな。初球打ち。この人は本当に初球打ちが多いんです。今日一球もないんですよね。そうですね。そして北別さん、この回から石井和久セットで、また戻しましたね。いいでしょうね。あ、そうですか。ですから十分にこの石井の頭にはコントロールミスのホームランっていうのはもう頭ありますからね、はい、そのあたりがやはりセットの方がまだ安定してるってことで。さあ、ここまでの球種です。ストレートが40球、だいたい半分近くと。普段と普段は投げるときはね、まあ、今日はストレート多いなっていう感じはあると思いますね。ただ先ほどのリポートではそれほど速さはあると思うんですよね、はい、登板前には頭をよぎったと思いますね、今こうしてこういうマウンドに立てるという喜びが大きいと思いますね。そうでしょうね、はい、1992年ヤクルト星のなかったこの石井をいきなり先発で持ってきたんですよね。そうですね、でもこれいいピッチングしてくれましたからね。あの時は2点は失ったんですが、148キロのストレートを中心に素晴らしいピッチングを見せました。今勝負球、次のボールが8球目になります。ボール球、やはりが、そうですね、でもまっすぐちょっと抜けるのが多くなって、抜けてるんですか、はい、あ、そうですか。大下さん、ライオンズ打線ちょっとボール打ち目立ってませんか。どうしてもね、若い選手が多いだけに、今日のスタメンの中では松井、原井、高木、大成、山田、大友、おっと上がりすぎか、交代して今度は前進掴んでおります。